おお、来たね。バトルフィール2042。私1万2000円払ったビーター使いなのでできます。 Welcome to Battle Field の2042。ほほアメリカ語ですか。さてとやっていきますか。 BF 陛下は今作偵察兵、工兵、看護兵、これは援護兵か。まあいつもの4兵かって感じですね。まあせっかくなんで看護兵使っていきましょうか。ぬるりと。わあ、グラフィックいい。めっちゃグラフィックいいね。で、感度とかはね、BF5 と同じにしたんだけど、ちょっと違うかな ?BF5 と BF204 に感度の。同じパーセンテージでも、感覚が違う気がする。ちょっと遅めかな ?2042 のが感度。まあ、参考にしてみてください。いや、でもちょっとあれだね。やっぱ重いっちゃ重いわ。これ2080で、グラフィック上から2番目のね、はい、高いっていう設定にしてんだけど、FPS ね、90fps ぐらいだもんね、出てるの。やっぱ重さはなかなか体重ありますわ。うわー、今作128人対戦なんだけど、うわ、すげー、めっちゃおる。これ何？おー、フォートナイト予想。はは？え、待って、嘘でしょ？嘘でしょ？え、それ死にかけるんすか？持たない方がいいよ、こんなもん、そんな死にかけるんだったら。こいつ人間だったの？で、128人対数に増えたんですけど、多分マップもその分広くなってるから、めっちゃ合うってわけじゃないね。2、3分歩いてるけど、まだ敵と合ってない。棚散歩状態っすわ。これ2回、あれだわ。あー、これ MW のなんか、タクティカルダッシュ的なのよ、COD の。わかるか、これ。シフト2回押すと高速走りするわ。やっと敵と会えたよー！ファーストブラッド、お願い殺させて！ファーストブラッドです！あ、でもな、キルあれだね。なんか思った以上控えめだわ。効果音ないね。確か BF5 あったから、製品版では追加するんすかね。もっとバーンみたいな、ド派手な効果音あっていいと思うわ。ちょい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 、赤点いったぞ。これミニマップに映るの、あれだな。映ると100、OK？ 俺のキル、俺のキル、俺のキル、OK、OK、OK。これは、奪い合いですよ。60人の、キルの奪い合い。OK、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 OK。あ、今回あれなんだよね。なんか拠点がなんか、あるんだけど、同じ C でも2つに分かれてる的な。おお、もう早速上で待ってるやついるんだか、このゲーム。早すぎねえか。やって強。早すぎねえか、早速って。行ってしまいますか、早速。上を倒しに行く、ラスボスツアーへ。まあね、やっぱ製品版ではね、多分これ何回か繰り返すことになると思うんで、もうベータ版のうちに慣れとこうという、そういう親心でしょう。どうやって上行くんですか？逆によく見つけたね、イモールポイントなんて。あ、イモール行ってる、イモールって言ってる。でも、まだ開始30分なんだよな。早くね。すごくねえか、ほんと始まって1時間も経ってねえぞ、これ。天才だろ、これ。これ製品版でも芋の神様として懐かれるよ。あー、やった？あ、残骸ある。残骸だけある。お前の意志、引き継ぐぞ。今作ね、パラシュート要素あんだよな。これわかる？この、これ。これかわいい。これかわいい。これ未来要素。これマジで一番未来感じる。この未来要素。さて今回は次はスナイパーも使っていきましょうか。突スナいきます。スナイパーの仕様はなんかちょっと BF よりも COD っぽくない？なんかわかる？この周りがぼやかされてる感じがちょっと COD っぽくない？いた。え！弾速速っ！思った5倍弾速速いわ。どうしよう、それは強い。思った5倍めっちゃ、お前バリ弾落ちないじゃん。お前弾落ちないね。偏差いらねえのか、そんな。あの距離ぐらいだったら偏差いらねえぞ。これが BF2042 ってことだよな。やっぱ20年進んでると弾も速くなると。いや、止まれよ、止まってくれよ。弾落ちな、本当に落ちねえ、弾が。それやっぱ最強じゃないですか、本作。こんだけ落ちねえスナイパーも珍しい。いや、落ちねえな、弾。オッケー。お、逃げるな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 。おい、戦おうぜ。お前と戦うために俺1分間くらい歩いてたんだよ。お願い、頼む。俺が戦ってくれ、頼む。1分間、マジ1分間。うわぁ。1分間くらい歩いた結果、逃げられちまったよ。人望なし。オッケー。マジで偏差いらねえな。これダメだな。一回覗いた方がいいわ。これ、イモスナ楽しいぞ、絶対。
やっぱね、ビーファ芋ってこそ、スナイパー芋ってこそのスナイパー。楽しすぎるスナイパーが、やっぱね、なんか、突るとか、もう全時代的な考え方っすわ。やはりこれからはスナイパーで芋る。あ、でもなんか今日あれだね。スポットなんだこれ。BA5 みたいなスポットだな。なんか変な音するし。喋ってたら弾当たらないよー。ということで、はい。芋砂したら怒られました。助ける、助けてくれ、頼む。芋砂ここで死んでます。これは A で湧いたら楽しそうだな。いや、強いなアサルト。やっぱアサルトゲーか、このゲーム。結局は、アサルト無双ってことですか。下にいるんでしょ、これ。オッケー。いや、来た、押す。ま、勝てえだろ、お前。ダイヤモンドがに、やべ、人類し、って、人類進化してるわ、明らかに。オッケー、ここで。来いよ。来いよ。回復待ってます。回復待ってます。これが芋ですよ。キルタイム遅えな。B5 に比べると露骨に遅い気する。あ、キルタイムって専門用語ちょっと言っちゃったね。すいません。ちょっと FPS 外が出ちゃったわ。敵を倒す時間のことを、欧米では TTK、キルタイムと言うんですよ。ちょっと、すいませんね。ちょっと、オタク用語出してまいりました。204にはやっぱね、FPS 初心者の方もやる予定なんだから、専門用語で会話する。え、強い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 、オッケー。え、なる、蘇生、蘇生、蘇生、頼む、蘇生してくれ、頼む、頼む。いける、いけます、あなただといけます、助けてください。一人の命が失われようとしてるんですよ。メディックいねえか。思った以上にメディックいねえな。え、ありがとう、ありがとう。そして蘇生ありがとう。これね、でも蘇生遅いね。なんかその、前みたいにパッカッって感じの登り方じゃなくて、普通になんか人類、まるで人間かのような置き方してるわ。え、これ、オッケー。いや、強っ！いける、ま、蘇生行きます、蘇生行きます、蘇生行きます、待ってます。蘇生待ってます。蘇生待ってます。蘇生してくれてる！こんないいやつがいるのか！ベータ版。あったけえな。いるね、この。遠くはね、うわ、結構見づらい、ここ。結構見づらいね、正直。遠距離の敵は、うん、見づらい。思った以上に見づらい。リアルの方がちょっと見やすい程度には見やすいわ。なんかね、白い煙みたいのがかかってんの。で、この先エレベーターか、これ。エレベーターっすね。開かないわ。これ下が占領されてるのは任せてください。ちょっと BF3 かの古参兵、田中90。あーん、これ C 取り行った方がいいんだろうけど、 C 絶対暇で。あの C 意外といける。OK。敵はどこにいるのかな。前ここいるでしょ。いや、見えねえ、マジで。本当に見えねえな。敵を見るのが。視力検査要素は今作も。いやー、視力検査、あー、今のそっち打つんじゃなかった。そせ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 。沸かしてくれ、頼む。沸かしてくれ。生きてください。生きてください。BS3 の頃分けたぞ、この戦闘中でも。どこいるの？いた。見えねえ。この、スポットする機能強いな。スポットねえと見えねえ、敵が。視力検査だな、相変わらず。視力の良きもの、このゲームうまき。そんな感じがします。裏かつけるね。オッケー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 。これ押しよ。見えてない見えてない、相手見えてない。やるじゃん。で、これ見えてない見えてない、相手見えてない、相手見えてない。マジで見えてない。オッケー、見えてない、ガチで見えてない。これが、よ、視力検査勝利だね。悪いけど俺の目は、マサイ族と、マジか、マサイ族いたか、相手にも。蘇生します、蘇生ください。蘇生ください。田中90、貢献できます、まだ。徒歩 BF3 からやっております。皆さん、儒教という思想はご存知でしょうか。年上を敬うという思想です。皆さん、儒教という思想は、思った以上にね、これちゃんとね、あれだね。みんなもね、最初枠とか選んだ方がいいぞ。これね、クソみたいなところに、OK？ クソみたいなところにね、湧きまくったらね、ほんと、歩いてるだけで10分あったわ。でもね、逆に敵がいるところはめっちゃ敵いる。まあ、だからね、本当に枠位置ね、ちゃんと選んだ。本当お散歩になるからね、まあ正直ベータ段階だからお散歩でも割と楽しいんだけど。戦いたいってさ、ちゃんと枠位置選んだ方がいいですね。今脇ミスってるか。敵そんないねえしな、この拠点。OK？ 強い！危ない。見られてんね、ここ。オッケー、
サルト強アサルト強すぎだろ、この最強武器っすか。おいおい、なんか遠距離からショットガンぶっ放してるやついるぞ。あいつあの距離当たったら発狂するわ。あの距離当たったら発狂。 OK。 なんでそれが負けんの。いや俺絶対勝ったと思うけどな。今リクエスト仕組みあったら絶対俺がリクエストで勝ったからな。あ、勝った。え、負け、え、勝ったよね。え、ね、これ 0-0？ え、0-0？ 負け、え、ってこと、まあ、多分勝ったのかな。ということで、はい、やっていきましたが、まあ、感想としてはね、まあ、個人的にはね、なんか BF4 っぽい、難しいな。まだわからんわ。おつ。感想になってない。なんだろ、今作。何っぽいかな、わかんねえな。4っぽいかな。何っぽいって言われたらちょっと難しいね。